丸広百貨店川越店は、埼玉県川越市新富町、クレアモール沿いにある、丸広百貨店の店舗の一つ、同百貨店の事実上の本店である。1957年10月15日の川越祭りが行われている日に開店し、丸広百貨店の中では、反応店に次ぐ、老舗店舗で、川越市唯一の百貨店である。川越駅からはやや離れているが、 川越駅と本川越駅や観光地となっている蔵造り保存地区を結ぶ繁華な商店街、クレアモール上に位置し、店舗面積は26,156平方メートルと大きいため、川越市街地の各店舗的存在となっている。川越店開設当初は当時川越の中心部で、あった蔵造り通りの中町、山吉デパート跡の建物に進出し、 地域一番店として繁盛していたが、欧米の小売業を視察した際に、日本にもやがて、マイカー時代が到来すると確信した創業者の大久保武次が、1964年当時、川越の繁華街から大きく外れていた土地に、川越は、江戸の時代から多くの商人が店を開き、人も周辺の町から多く集まる土地柄、小売業の主役が百貨店から、 総合スーパーに移った時代には、西優や日井、長崎屋などが川越に出店したが、丸広は、数度にわたる増章と百貨店としての品揃えから、生活用品まで、幅広い品揃えを行ったことや、東松山店出店のきっかけとなる移動販売等、地場ならではの地域に根ざした商売と大規模駐車場で、対抗、結果的には、人口の膨張とモータリゼーションを見込んでいた社長の、 英団が功を奏し、大繁盛。するに至った。またこれにより、丸広周辺に商業の集積が始まり、川越の中心部が、蔵造り地区から新富町へと移り、丸広を核に形成された、クレアモールは2011年現在、埼玉県ナンバーワンの通行量を誇る商店街に成長した。 しかし90年代半ばになると、周辺自治体に大規模な総合スーパーなどが増えてきたため、それらとの差別化のために1998年をオープン、ザ・デパートメントストア宣言を行い、何でもあることが強みだった品揃えから、ファッションとギフトを中心とした都市型百貨店に転換した。反応から川越に進出する際には、当時川越の中心部だった中町で1 平方メートルを確保しての出店にこだわり、大久保武次は1年近く土地の買収のために自転車で走り回り、地権者との交渉を続けていたが、反応の丸木が店舗を探しているという噂を聞きつけた総合をおろし、山吉が旧山吉デパート跡を使わないかという話を持ちかけた。山吉デパート跡は、丸木が求めていた中町で1000平方メートル級の店舗だったため、 山吉デパート跡への出店を決め、川越に進出した。この一等地、中町では、反応店の売り上げを大幅に上回り丸木躍進の原動力となるばかりか川越の地域一番店として大繁盛していたが、この時武地はすでに次の一手を考え、川越上空にヘリコプターを飛ばして、航空写真を用意、川越店移転案を練っていた。 マイカー時代の到来を予測していた竹地は次の川越店は大規模駐車場を確保することと移転後も増少ができるだけの土地が確保できる場所であることを条件に出店用地を検討その中で現在の本店がある新富町周辺は住宅街で三等地と評価していたが竹地は新富町は川越の中心になれるその日付役になろうと訴え社内の大反対を 押し切り、3年の月日をかけて、用地を確保、4階建て売り場面積5718平方メートルの新店舗を建て、川越本店は、新富町へと移転した。1968年10月、屋上遊園地、ワンパクランドが開園。運営は開園当初より有限会社中村製作所、後のナムコバンダイナムコエンターテインメント、バンダイナムコアミューズメントが行っている。 開園時より屋外定置式小型観覧車を設置、運行しており、ワンパクホイールは1992年から稼働していた。日本で2番目に小さな観覧車である。このほか点灯虫型モノレール、飛行機などの本格的遊園施設がある。観覧車は一回りする間に、カゴ自体も横に360度回転することで、体を動かすことなく、 景色を楽しむことができ青天日には、富士山、新宿、埼玉新都心、筑波山、赤城山、秩父連山を一望できる。テレビ東京系、空から日本を見てみよう東武登場戦編で、放映され天灯虫型モノレールの先頭に描かれた顔は、浦安の人気者に、そっくりと言われた。また、ガクトが出演したキリンビバレッジの缶コーヒー、 2014年3月から10月まで東京都大田区の東急プラザかまた屋上遊園地かまた園の屋上観覧車が稼働を停止していたことでこの屋上観覧車は一時的ながら日本で唯一営業稼働するアトラクションとなっていたワンパクランドは店舗建物耐震化工事のため2019年9月1日をもって営業終了ワンパクランド閉園により国内において 屋上遊園地に小型観覧車が営業している。店舗は、か、またえのみになる。また、本館屋上には、川越八幡宮の抹茶、民部稲荷神社を奉仕しており、その由緒が毎日放送制作、漫画日本昔話で紹介されている。本館は別館に隣接している。アネックス A は、本館からやや離れた、川越駅寄りにある。 元々丸広が所有する土地であり、1961年に長崎屋に売却して、長崎屋川越店として開店。1997年に丸広に土地と建物を売却。長崎屋は、その後、丸広からリースバックして営業した後2001年に閉店したため、丸広タウン加工総戦略を打ち出し、川越店アネックスとして開業した。ロフトや、 ユニクロも入居していたこともあるが、ロフトは2004年にルミネ川越、ユニクロは2012年にアトレマルヒロへ移転した。店舗面積は6190平方メートル。アネックス BG は本館のクレアモールを挟んだ向かい側にある。1998年9月に本館1階を総大理石の床にしたのをはじめ、本館6階までの各フロアと別館において、 総額50億円規模の大改装が行われた。それまでは生活密着型の品揃えで何でもあることが強みであったが、本店としての確立、都市型百貨店への転換を目指し、ファッションとギフトを重視した売り場作りが行われた。グランドオープン時には、それまでの丸、広、川越店から丸広川越本店を名乗るようになり、グランドオープンの折り込みチラシや、 クレアモールに大量に飾られたグランドオープン告知フラッグには丸広川越本店と書かれていたがしばらくして再び丸広川越店に戻された。丸広川越本店に変更する前から多くの人に川越店が本店と認識されていたため硬いイメージの丸広川越本店ではなく優しく馴染みやすく親しまれてきた丸広 川越店に戻したのではないかと言われている。また、このリモデルを実施する前の年賞は約380億円。リモデル後の年賞目標はバブル期にも達成されなかった450億円だったが、リモデルから数年後に公表された年賞は約400億円であった。川越本店と同じ川越市内にあるアトレマル広を結ぶクレアモールに アネックス形態での店舗を積極展開し、ショッピングセンター機能を持つちづくりを推進する、構想で丸広だけの子ではなく川越エーリア全体で捉え、地域のとともに、経済や文化を発展させていくことを目指しているもので、あり、地域に根差し地域の皆で栄えていこうという創業者、大久保武二の理念に沿った戦略である。ありがとうございます。